その狐、九つの御飯、その子、一度降らば山崩れ津波立ち。これに講じて人ども、忍びの輩を集めけ。わずか一人が忍びの者、生死をかけこれを封印せしめるが、その者、死にけり。その忍びの者、名を四代目火影と申す。しかし、お前もついに下忍か。ようやく大活躍する時が来たってばよ。始まりの忍法帳、ドタバタ忍者、渦巻ナルト登場。はあ、早くいろんな任務をやりてえな。あのな、大変なのはこれからなんだぞ。任務では失敗は許されない。重い責任がつきまとうんだ。お前は昔から危なっかしいやつだからな。俺は心配で。イルカ先生。俺ってば、もう木の葉の忍びなんだぜ。いつまでもイルカ先生に心配されてるわけにはいかねえんだ。こっからは、火影への道を全力で突き進むだけだってばよ。その前に腹ごしらえしとかないとね。頑張れよ、ナルト。
いきなりの超難題、サバイバル演習をクリアせよ。そんじゃ始めようぜ。ま、そうはしゃぐな。戦闘開始。